川海老蔵さんが小林真央さんを初めて家に連れてきた日、母堀越貴美子さん、主人とびっくり堀越貴美子。歌舞伎俳優市川海老蔵さんの母堀越貴美子さんがテレビ朝日徹子の部屋に出演。海老蔵さんと妻でフリーアナウンサー小林真央さんの結婚前の秘話を語った。市川海老蔵さんがある日、おふくろ、今日はねちょっときれいにしといてくれる、家もきれいにしといてとお願い。堀越貴美子さんが不思議に思っていたところ、海老蔵さんは小林真央さんと結婚しようと思うと。だから主人と二人でびっくりして、なんとなく主人は知っていたのかもしれませんけど、私は全然知らなくてと海老蔵さんが小林真央さんを初めて紹介した日のことを振り返った。海老蔵さんと小林真央さんは2010年に結婚。海老蔵さんの父で2013年2月に亡くなった12代目市川團十郎さんも小林真央さんのことをとっても大事にしていましたという。現在2人の子を持つイクメンとしても知られる海老蔵さんについては、よく子供の面倒を見るのでびっくりです、自分でも言っています、親父はこれだけ子供の面倒見なかっただろうって笑顔。学生時代は勉強嫌いでどうなっちゃうのかと思ったと気をもんだ息子の成長に目を細めていた。石川海老蔵さんが小林真央さんを初めて家に連れてきた日、母堀越貴美子さん、主人とびっくり堀越貴美子でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。